演舞開演。どうも、本日はちなファミリーマートのお芋とほうじ茶のワパフェを食べたいと。これまでワパフェというと抹茶のイメージが強かったのですが、今回はほうじ茶とかお芋っていうのも結構珍しい気がしますね。ではいただきます。確かにあなたは抹茶とはまた違いますね。抹茶とはまた違うほろ苦さのほうじ茶、それがクリームとして口の中に広がり、さつまいもの程よい甘さと合わせてゼリーの食感も入ってきてとっても美味しかったです。ゼリーもプルプル。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。秋でプルプル。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。